皆さんこんにちは、西ネルアワークスの西根です。いつもこんなおっさんの独り言動画にお付き合いいただきありがとうございます。今日はクランクベイトが発生させる音ということについてちょっと話してみたいと思います。クランクベイトには皆さんご存知の通り、ラトルが入ったラトルインクランクとか、あと固定重心のサイレントクランクとかいろいろあると思うんですけど、実は固定重心のクランクの中にもすごい音を発生させるクランクがあるっていう話です。このことに僕が気がついたのはこのルアーを開発してる時だったんですけど、これ僕が作ってる FB8 っていうミドルダイバーのクランクなんですけど、発泡ウレタンでノンラトルです。でこのルアーを初めて完成した時に初めてお風呂場の風呂桶の中でちょっと泳がした時に、なんかね鈴が鳴るみたいな音がしたんですよ。でもうびっくりして、なんでラトル入れてないのにラトル音がするのって、でびっくりしたんですよ。でちょっと原因を突き詰めようと思っていろいろ研究してみたんですけど、最初はこの尻尾についてるブレードがこの尻尾の針に干渉して音を出してると思ったんですよ。でブレードを取ってみたらそれでも音がするんですよ。で結局ああだこうだ調べてみた結果、分かったのはこの尻尾の針がこう泳ぐ時に音を出してるっていうことに気がついたんですよ。そうですね、例えば動きが緩やかなクランクベイトの場合はこのルアーの動きに尻尾の針とスプリットリムがついてこれるんで音はまあまあ出にくいんですけれども、それが限度を超えてハイピッチになるとこの針とスプリットリムがこの尻尾の動きについてこれなくて、で結局こういう音を出すと、でそういうことが分かったんですね。でこれはすごいなと思ってびっくりしました。でちょっと僕が持ってるクランク、他のねクランクの中でも同じような音を出すものがないかなと思って今日ちょっといろいろ水槽で試してみたんですけど、ありました。僕が持ってるのはごく一部だと思うんであれなんですけれども、例えばこれアメリカのハンドメイドメーカーでロン EB っていうメーカーなんですけども、まだあんのかなちょっとわかんないんですけど、ベビーピックっていうちっちゃいフラットサイド系のクランクなんですけど、これねすごいハイピッチで泳ぐクランクで、これもねやっぱり同じようにね音を立ててました。これはね尻尾とお腹でもちょっとだけ音出してました。で国産だと日本製だと開発者の D チップシャローモデルとダイビングモデルがあるんですけど、どちらかというと D の方が D チップの方がちょっと大きめの音を出してました。でこれはね石名さんのエドモンクランクの多分抜きじゃなかった缶っていうモデルだと思うんですけれども、これねちょっとアメリカでもなんかシークレットで使ってる人がいるクランクだと思うんですけど、これもね結構派手な音をね出してました。であとはツカケンさんの B7 それとスナブノーズ、この2つもねすごいいい音出してます。この2つはね尻尾の針から出してますね。でインジェクション系なんですけど、やっぱインジェクション系にもいい音出してるのがあって例えばこれキムケンさんのイボーク 1.2 これもね尻尾の針とお腹の針から音を出してます。で OSP さんのブリッツ、もう名作ですよね。もう小刻みにすごい気持ちよく泳ぐクランクなんですけど、音も気持ちよくもういい音が出てます。で次がラッキークラフトさんのこれはね BDS ちょっと太めのクランクなんですけど、これそんなにハイピッチに泳ぐクランクじゃないんですけど、アクションの質がいいのかボディ形状の関係なのか分かんないんですけど、これね結構いい音出てますね。このね尻尾とお腹の針両方から音が出てます。
で、まあ、今更言うまでもない名作クランクの RC1.5、 あの BDS と、まあ、似た系統 の、 あのデザインなんですけれども、あのこれも尻尾とお腹両方からあの音が出てます。で、まあ、いろいろ見た中で、あの、まあ、僕の、ね、持ってるルアーなんか限られてるんで、その中で語るのもどうかと思うんですけれども、僕が持ってる中で今日見た中で一番すごい、もうあんたがチャンピオンっていうのがもうこの人、これわかりますかね、このクランク何か。これね、あの塚健さん の、 あの漁師クランクっていうクランクのシャローモデルです。これね結構すごくて、あのそんなにハイピッチに泳ぐ、もうぬめぬめ泳ぐようなクランクなんですけれども、なぜかすごい音が出るんですよね。おそらくこの尻尾の振り幅とかスピードとか、このフックの重量や抵抗やスプリットリングとか、そういうセッティングがもう完璧なんだと思うんですけど、もうあのそこんじょそこらの中途半端なラトルクランクよりも結構アピールのありそうな音が出てるんじゃなかろうかっていうぐらい、あの大きな音が出てます。塚健さんがそれ意図して作ってるかどうか分かんないですけど、まあ、あの琵琶湖でもでっかいバス釣れるらしいですし、なんかすごいなんかを感じるクランクですね。まあそんな感じで、まあ、今日の話はちょっと長くなっちゃったんですけど、まあ、今まで、サイレントだと思って投げてたクランクが実は音を出していたかもしれないっていう話ですね。まあ、でもこれは決してネガティブな話じゃなくって、もしかしたらこれが何かいい方に作用してるかもしれませんし、考えようによっては例えばその固定重心のすごいレスポンスのいいクランクが水中音をまとったと、そういうようなポジティブな考え方もできるかもしれないですね。というわけで皆さんももしよろしければ自分の秘密のクランクを探してみてください。それではまた。